ですね。なんか映ってないですね。大丈夫ですよ。はい、映像来ました。どう？スタート。はい。あ、です。皆さんこんばんは。今日は22時からのスタートになります。斉藤元彦の YouTube ライブ配信スタートさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日は11月5日でした。6日目になります。はい、そうですね、はい。伊丹から伊丹駅の北口、で伊丹駅の東口、川西、坂瀬川、宝塚、二瀬中央、丹波篠山、で、丹波ですかね、春日ですね。あ、ブザルタウン行きましたね。そうです、ね。はい、春日行きました。どうでしたか。いや、本当各地で街頭活動させていただきましたけど、平日だったんですけど、結構来ていただいて、そうですね、本当に嬉しかったですね。はい、こんなに人来るんだっていう感じでしたね。そうですね。はい、まあ、今日本当に伊丹から始まって、阪神地域、それから丹波ですね。うん、結構いろんなとこ行かせていただきましたけど、はい、まあ、最後の、まあ、丹波地域、丹波篠山、本当に夕方近い時間帯だったんですけど、はい、結構さ、最近寒くなってきてるじゃないですか。そうですね、そうですね。だから、うん、そんな中でも、うん、たくさんの人が来ていただいたんで、はい、すごく嬉しかったですね。よかったです。本当、本当人、今、まあ、どこに行ってもいてびっくりするなって思います。そうですね、ありがたいですね。はい、本当ありがとうございました。はい、今日は、皆さんお気づきの通り、ホテルに来ております。豊岡入りしております。この後、明日の予定としては、この後、兵庫県の北の方を回っていくと。そうですね。明日は、はい、田島を、豊岡、もうすでに予定配信させていただいてるんですかね。まだなんですかね。わかんないです。ごめんなさい。でも、北の方がありますって。そうですね。田島地域、はい、豊岡、それから三方郡。はい。それから、やぶ、はい、あさご、はい、を回らさせていただきたいと思ってます。はい。そうですね。途中ちょっと高速道路が。はい。そうだったんですよね。春日から乗らせていただこうとしたら、はい、高速道路の、なんていうリフレッシュって言うんですかね。はいはいはい、要は工事をするので、うんうん、8時から、なんか明け方以降まで通行止めですって言われたんで、うんうん、急遽下道で、来ることになります。まあそれでちょっと配信が遅れたという事情があって申し訳ないです。はい。はい、まあちょっとねお疲れではありますけども、そうですね、張り切って配信していこうかなと思います。はい、ちょっと声もだんだんガラッとしてきたんで、そうけど大丈夫ですので、はい、はい。よかったです。はい、まだ皆さん斉藤元彦は元気でございますので引き続き応援続けていただけたらなと思います。はい、いやでも本当にいろんなところで。多くの人がやっぱり話聞いていただいたりして、で、まあ、応援もしていただけるので、うん、まあ、それは本当にすごくなんていうか力になってますね。はい。本当ね、体力的にはしんどい時もありますけども、そうですね、精神的には。そうですね、気持ち的にはやっぱりこう皆さんとお話すると、うん、やっぱりこう元気もらうというか、すごく嬉しいですね。はい、よかったです。で、はい、この時ちょっと雨降ってて、まあ、昨日のちょっとライブのコメントのコメントとかコメントを見てたらですね、はい、ふわふわドームの話の時に、はい、ちょっと今回兵庫県の北の方にもっと室内型の子供の遊ぶ施設があったらいいなっていうコメントがあったんですけど、はい、やっぱりこの北の方っていうのは天候的にはちょっと悪い日が多いとか一年を通して そこまで晴れが多くないというか南と比べたらの話ですけどっていう課題があったりするんですかね。僕も総務省いた時佐渡市、新潟県の佐渡市、佐渡市役所に3年勤務してたんですけど、結構やっぱ日本海側の天候ってすごく移り変わりが激しくて、うん、冬なんか特に雪も降りますので、そうですね、まあ、そういった意味で、なんていうか、まあ、田島地域、豊岡とかで、若手の子育て世代のお父さんとかと話した時に、やっぱりこう、確かにね、公園とかたくさんあるんですけど、うん、僕らからすると、なんていうか例えば公園があったり自然があったりっていうのはすごくこう
子供が遊ぶ環境としては、いいんじゃないかなっていうのを思ってるんですけど、まあ、確かに私も佐渡行った時に、確かに自然は豊かなんだけど、なんていうやっぱりこう室内で遊ぶところとか、そういったところってあんまりなかったんで、逆に言ってやっぱこの地域のお父さんお母さんから、やっぱこう雪が降ったりとか、天気が悪い時に、なんていうか子供をやっぱ外で、家の外に出て、遊ばせるようなところがあればいいよねって話がバーって、で、豊岡の駅前の、ショッピングモールには、そういったところは確かにあるんですよね。で、それは、現地の方も見させていただいたりしたことあるんですけど、やっぱすごく人気で、そういったところをこう、なんか県の施設であったりとか、民間の施設ですね。例えば、あんまりこう、過疎が進んで、なんか使われ、空き店舗が増えてるような、なんか商店街だったりとか、地域のショッピングモールって結構あるじゃないですか。昔ながらのショッピングモールって。で、そういうとこって、例えば、1階のスーパーはあったとしても、2階の専門店が、結構その、空き店舗が多くて、困ってるっていうのがあるので、ね、そういったところをこう、なんていうか、改修して、子供が遊べるスペースにしていくっていうことを、まあ、県が、例えば補助するとか、官民連携でやっていくっていうことにすれば、なんかこう、ショッピングモールにとっても、なんていうか、新しい客層を掘り起こす効果ができるし、あとは地域の子育て世代のお父さんお母さんにとっても、子供を遊ばせるところが家の近くにできるので、結構ウィンウィンな感じですね。それをやりたいっていう思いがありますね。いや、すごいですね。今このそのお話、話題しているときに、ミキの方は逆に熱中症対策で欲しいみたいなコメントが出てました。ああ、それもありますよね。だから、ふわふわドームも、すごく作りたいって思いがあるんですけど、確かに夏場で今結構もう夏場っていうのが、もう6月ぐらい、下手すると5月ぐらいからもう夏場になっちゃってて、9月、10月も夏場の可能性があるので、まあ、だからやっぱりこう熱中症対策っていうのもすごく大事ですよね。運動会がもうね、いろいろ季節ずれちゃって、そうですね、春にやるとかも。なんかもう気候変動で、なんていうかもう季節、四季じゃなくなって、もう二季みたいな感じになってますよね。またそういう変化にも対応していくっていうのと、まあ、それをまあ地域の人からも意見拾いながらっていうことが今までやってきたと。そうですね。今回公約で掲げさせていただいたのは、結構こう、県民の皆さんと話してて、いろんなこう、躍動カフェっていうのもやらせていただいたり、あとはワーケーション地域ということで、地域に出て、いろんな若い子育て世帯の方とか、いろんな方と話している中で、実はこういうこと困ってるんですよっていうヒントが結構あるんですよね。で、あ、それが、あ、なるほどっていうのが、僕の中でアンテナでこう入ってきて、で、それをこう政策につなげていくっていうのをどうするかっていうのを、結構この3年間やってて、例えば、不妊治療についても、確かに先進治療についての、まあ、経済的支援っていうものも大事だっていうのもありつつも、淡路で当事者の方と話してたら、交通費が、すごくかかると。で、そこで、あ、ということで、やっぱりこう、地方部にはあまりクリニックが、そういった先進治療ができるところが少ないから、みんな結構神戸の、本当の特定の有名なクリニックに通ってる人がすごい多いんですよ。淡路の人もそうだけど、まあ、これって結構全県的にそうなんじゃないかなっていうふうに思って、で、交通費の助成プロジェクトも今年からスタートしたんですけど、やっぱりこう県民の皆さんと直接話すことによって、なんていうか政策のヒントっていうか、あ、これは結構大事な課題。一人が言ってるのかもしれないけど、結構多くの人が困っておられたりとか、課題として、やっぱりこう、重要なものっていうのは、ヒントが結構あるんですよね。はい。そうですね。で、こういうのって、これまでは、まあ、勝手なイメージなんですけど、まあ、町の中の偉い人とかが、県庁に陳情という形で行って、初めて意見を聞いてもらえるみたいな仕組みだったんじゃないかなと思ってて、一般の人からしてみたら、もうそんなん全然もう、言えない、雲の上の人みたいな、イメージがあったんですけど、そうじゃなくて、ふとした会話からそういうのを拾ってくれて、政策につなげてくれてるっていうのは、すごく私はいいなっ
って思いました。そういう視点はなるほどと僕も思います確かに県っていうのは、うん、結構私も知事の時に、うん、業界とかいろんな人たちが要望とか来てくれるんですよ、うんまあ、例えばこういう業界としてのこの要望とか地域として道路を作ってほしいとか、うん、あの中を作ってほしいとかっていう話が来るんですけど、うん、一般の県民の皆さんからのなんかこう困りごととかそういうのって直接聞く機会ってあんまりないんですよね、うん、だから躍動カフェとかワーケーションチーズとか、うん、やっぱり子育て世代であったり、自分で商売やってらっしゃる方、地場産業の方とかから農業やってらっしゃる方とか直接話を聞くことで、うん、こう政策のヒントをこう取ってくるっていうんですかね、うん、そのアンテナをどうやってこう広げていくかっていうのが結構そこは意識してましたね、はいうん、まあ本当に県民本位というところだとは思いますね。はい、ありがとうございます。でちょっと政策の話昨日盛り上がったんで一つ私もちょっと見てこれ何なのっていうのがあったので聞きたいんですけど、うん、高校生の受験生自習室プロジェクト、はい、官民連携で戦績を目指しますと、はい、これは何ですか。これなんかあの今年からスタートしてるんですけど、はい、結構ですねこれ、まあ、これもまさに現場からなんですけど、うんフードコートとかね。うんうん、ああ、はいはい。スタバとか、はいはいはい。なんか行くと、うん、高校生とかがすっごいなんか囲んで、はいはい、なんか勉強ずっとしてるじゃないですか。はいはい、ね、これ何なんだろうって、ね、やっぱ前からこう思ってて、うん、で、一方で、県の加古川に庁舎があるんですよ、出先機関の。で、そこの1階が、うん、結構フリースペースになってて、うん、でそうすると、そこで何やってるのかというと、周りの県立高校生とかが、塾が始まるまでの間に、そこで自習してるんです。うん、で Wi-Fi も通ってるから、うんうんうん、スタディアプリ、はいはいはい、スタサプカとか見ながら勉強とかしてて、はいはい、これ結構自習室ニーズってすごく強いんじゃないの、うん、要するに、まあ、自習室ノマドっていうんですかね、はいはいはい、自習室を探して回ってるっていうのが、要は高校生のニーズとしてすごく強いんじゃないかなと思ってて、うんで、まあ、早速今年からその加古川の庁舎に、うん、とかに、空きスペースないかって調べてもらったら、うんうん、実は加古川の庁舎の上の階ぐらいに、食堂があって、うんうんで、そこが、食堂が空いてるときは食堂なんだけど、うん、それが終わった後、要するに3時以降とかっていうのは実は使ってないってことが分かったので、うん、じゃあそこを開放して、自習室で使えればいいんじゃないのっていうことをスタートしたんですけど、そういうのを、なんかこう、行政の、例えば県のスペースで空いてて、かつ管理ができるところとか、うんうんうん、これもさっきの話ですけど、民間の、例えばオールドショッピングモールとかで、空き店舗が多いような専門店街とかを、うんうん、自習室として開放できればいいなと思って、だから官民連携でやっていきたい。なるほどね。それすごいですね。じゃあ、その県の施設の中に、もう、まあ、県民が普通に入っていって、そこを使えるっていうイメージってことですね。そうそうだから、空いてるスペースがあって、そこにどんどん机とか置いたらいいんじゃないのっていうふうに実は思ってて、例えば壁際とかに長付け置くだけで、もうそれで4つ分ぐらいの自習席ができるじゃないですか。うんうんうん、でそれって空いてるスペースなんで、うん、誰もこう、なんていうか迷惑にならないし。そうですね。そういうのをどんどん有効活用していって、やっぱり受験ってやっぱり、僕もかなり受験しましたけど、はい、やっぱり高校生とかにとって大学受験ってすごくやっぱり大切な、うん、通過すべきところなんですよね、うん、やっぱそれをやっぱりなんていうか応援させてもらいたいというか、うん、家でなかなか勉強って難しいし、うん、でショッピングセンターのフードコートとかで勉強するのも本来とはちょっと違うわけじゃないですか。そうですね。だったら、ちゃんと落ち着いて勉強できるようなところを、やっぱりこうなんかこう行政が応援できないかなっていうふうに思ってます。そうですね。フードコートだったら、まあ使っていいよっていう言われる経営者さんもいらっしゃいますけど、やっぱり他のお客さんのこともあるので、遠慮しないといけないかなっていうところはあるんですけど、でもじゃあそこから先どこに行ったらいいのと、図書館に行っていいのとかそういう話になりますよね。図書館も結構やっぱり今いっぱいなんですよね。うん、だから図書館の自習室ニーズもすごく強くて、うん、だからそれも結構やっぱ取り合いなんで
ですよね、うん、まあ、だから整理券でやってるところもあるんですけど、まあ、それはもっと数を増やせばいいんじゃないかなと思ってて、まあ、特に都市部だけじゃなくて、うん、田島とか丹波とか、うん、まあ、そういったところでもそういったニーズってすごく強いし、うん、今日豊岡ですけど、豊岡の駅前にもショッピングモールあるんですけど、うん、実はそこの、3階か4階も自習室みたいなのがあって、うん、そこ結構高校生とか勉強してたんですよ、うん、それを見に行って実際現場見て、やっぱこういうニーズ強いんだと思って、うん、そこも確かその上の階にフリースペースなところにこう県の方でなんか連携しながら自習できるところをこう作らせていただいて、で問題はやっぱ Wi-Fi を引くっていうことなんですね。そこですね。そこ、うん、今の高校生とかってやっぱりこうネットで、うん、なんていうか授業を受けるから Wi-Fi を通ってるっていうのがすごく大事なんで、うん、その Wi-Fi 環境とその机をセットでするというのが大事で、でもっと大事なのは、うん、まあ、みんなで Wi-Fi するようにすると集中しないから、うん、ちゃんとこう長机であって、うん、こうパーテーションを越えて、はい、みんなが集中できるようにしてあげるのがいいのかな。本当にもう自習してくださいっていうような作りってことですね。そうそうそう。カフェって感じではなくて、はい、あ、本当に勉強したい人が集中してできるような場所を自宅以外でどうやって作れるか、それは行政のスペースで空いてるとこかもしれないし、うんうん、民間の施設とか企業とかの協力を得て、うんうん、あ、うちこういうの使っていいよとか、うん、商店街とかの、うんうん、空き店舗があるとすれば、そこにこう、なんていうかこう、例えば10席とかそういうのを置いて、うん、で、Wi-Fi も置いてあげれば、なんかすごいこういい環境ができる。で、これは商店街にとっても若い世代の人たちが来れば、うんうんうん、なんか活性化するし、うんうん、それだけでやっぱ商店街が活気づくから、うん、なんか一つの施策でいろいろこう効果が出るんじゃないかなっていうのもあって、そうですね。やっぱり人の流れ作るっていうのはすごい難しいんですけど、そうそういう形で呼び込めたらね、また違いますので、ね、思い出もできます。そうですね。ありがとうございます。もう一つちょっと気になったのが、お時間大丈夫かな？大丈夫です。はい。女性経営者等などへの、子育てサポートの充実。これなんで女性経営者って言うんですかね？兵庫県って大学卒業とかしてから、はい、女性の方がやっぱり県外に出るってすごくやっぱり多くて、うん、なんていうかな、まあ、県内で、例えば、こう、働く場所が少ないよねとかっていうような指摘もあるんですけど、うん、一方で、やっぱスタートアップって言うんですかね。やっぱり、経営で新しいビジネスを挑戦してもらうっていうのもすごく大事なんで、うん、そんな中でやっぱり女性経営者の方と話してると、子育て世代中の方とかですね。そうすると、なんていうかね、やっぱ企業に勤めてると、うん、まあ、いろんな福利厚生があったり、それで子育てサポートを結構受けれるんだけども、自営業者って、なかなかそういうのが、ないから、うん、あ、そうすれば、そうする、だったら、やっぱり女性のこう、スタートアップやられる方とかっていうのを、やっぱりこう、もっと兵庫県で、うん、活躍してもらうっていう、要は集まってくるようにするたり、うん、兵庫県の出身の人が、県内で大学卒業してからビジネスやるという人もやっぱ増えてもらった方がいいから、うん、いいと思ったんで、だから子育てサポートを充実するっていうかね、例えば家事のお手伝いだったりとか、うん、あとはなんていうかこう子供をこう面倒見てくれるっていう、うん、見守りしてくれるとかっていうのをなんか どうやったらこうサポートできるのかっていうのを、まあ、ちょっと今具体的なアイデアはこれからなんですけど、やっぱこれも経営者の当事者の方集めて、有識者会議みたいなのを作って、どういったニーズがあるのか、どういったところが課題で、まあ、それは経済的な支援なのか、それとも別のこうつなぐマッチングの枠組みなのかとかっていうのを考えていきたいなと思ってます。すごいですね。それがもし充実するというか、もうなんか浸透すれば、チャレンジしやすく、すごく安心してチャレンジしやすくなりますね。そうですね。うん、やっぱり自分でビジネスするっていう、まあ高校生の留学支援、チャレンジもそうですけど、はいはい、やっぱり個人の力で何か挑戦していこうっていう、やっぱり若い世代の方とか、うん、女性の経営者、まあもちろん男性もそうです。大事です。けど、そういうの応援、そういう方々はやっぱ応援していきたいっていう思いがあって、そういった意味で、女性のスタートアップ経営者、うん、起業家っていうんですかね、うん、そういう方の、まあ、なんかこう、ただ、結婚されて、子供を持たれたりしたときに、うん、そこでやっぱり一度こう、そういったキャリアを、何らかの事情でこう中断せざるを得ない状況があるんだったら、うん、それをどうやってこう続けていけるように
させていけるかと。で、これって、まあ、ある意味、なんていうか、こう、市町村がやるっていうよりも、産業労働政策でもあるから、やっぱり県が、まあ、ある程度やるべき政策だと思いますね。わかりました。やはり、私も昨日のライブをまた調べたんですけど、まあ、そういう政策をやるにしても、やっぱり予算がいりますと、お金がいりますというところで調べてみたら、兵庫県の隠れ借金ですかっていうのをちょっとワードでちょっと気になってしまったんですけど、その話とか聞いてもいいですか？どういうことなんですか？もうこれ公約にも載せてるんですけど、はい、なんか戦後気が足らなくなって、森に植林をすごいした時代があったんで、はいはい、それは何十年後かに、50年後、60年後に木が育てば、その時に打って、で収益が回収できますよね。コストが回収できるよね。はい、それでビジネスモデルを、群衆造林事業って言うんですけど、実はそれが破綻してて、要するにもう木の値段ってすごく下がっちゃってるし、コストがかかるから、経営として成り立たなくなってる問題が実はもうだいぶ前から分かってたんですけど、兵庫県がそこをやっぱこう、ちゃんと処理してなかったっていうのがあって、で、私が知事就任してから、その群衆造林事業問題っていうのが、大体こう、700、800億ぐらいの借金が、やっぱこう返さなきゃいけないっていう問題が。700、800? はい。分かって、で、それをこうオープンにしたんですよ、ね。はい、はい、はい。で、どう処理するかっていうのを着手したっていうのが1点と、もう1点が地域の開発っていうんですかね。いろんなところがこうバブル期以降に、やっぱり土地を、例えば森林をこう削ったりして、企業の誘致のためにいろんなこう開発事業をやったり、またそのための土地を買ったりするんですけど、それもなんかバブルの高い時に買ったりとかしてて、まあそれ以降そうなんですね。そうするとその買うお金って借金で買ってて、その借金が実はこう数年後からもう本格化して、数年後にはこれも700、800億返さなきゃいけない。その時に資金調達しそうですっていう問題が実は就任してから分かって、でそれで合わせて1500億。負の遺産っていうんですかね。これがやっぱりちゃんと明らかになってなかったんで。なるほど。だから去年にちゃんと会議を作って、はい、でオープンにしていこうということをしたんですけど。なるほど。その木を育てて、まあ、孫とかに残すっていうのはとてもいい発想で、いい事業だったかもしれないんですけど、やっぱり時代の流れでいろいろ変わってくるところがあって、思惑通りにいかなかったってことですよね。で、それを早くこう、見える化して、県民の皆さんに、やっぱりこう最後は県民負担になるんで、1500億ですから、そういうのはやっぱり見える化していかないといけないんだけど、なんかこう、あたかもうまく回ってるかのようにしてたんで、それはダメだよね。そうですね。それって、後送りすればするほど、後でみんなが困っちゃうから、だから早く見える化して、どう処理していくかっていうのを考えましょうっていうのは、去年、ずっとやってたんですよ。なるほど。でもそういうのも、まあ、確かに借金多いけど、はい、見える化してどう処理するかっていうことを決めれば、それはそれで一応、まあ、解決の方法がある程度定まるんで、そこでピン止めっていうかフィックスすれば、別のこう、事業、若者への投資とか、そういったものについてはまた別枠でどうしていくかっていうことを考えることができるんで、できるので、そこをこう、あやふやにしとくと、なんだかこう、わからない間に財政がまた悪化しちゃってて、何の事業もやっぱ結局できなくなっちゃうよね。だから、いや、損失処理みたいなものを早くやって、道筋をつけて、で、未来の投資っていうのはまた別で考えましょうと、いうふうにしたいっていうふうに思ってますね。すごいですね。ちょっと明るい話もありつつ、ちょっと暗い話にもちゃんと目を向けてるという印象を受けました。もう他にそういうのってないんですか？大丈夫ですか？怖い。そういうのを、やっぱりこれからも、知事を続けさせていただいて、いろんな行財政改革をやっていかなきゃいけない。まだまだやっぱり見直しできるような事業とか、取り組みっていうのはあるはずなんで、まあ、そういうのも積み重ねれば、集まれば大きな財源になっていきますので。わかりました。ありがとうございます。今回も、はい、政策論議。そうですね。ちょっとまた楽しくなってしまって、あっという間に25分です。あっという間に25分。はい。はい。
ちなみに今、6500人ぐらい来ていただいております。ありがとうございます。うん、もうチャンネル登録者数が2万人近いんですかね。これ2万いったんですかね。またじゃあ2万人企画ということでコメント拾ったりもしたいと思いますが、はい、今日はもうこの辺りで。そうですね。はい、今日も本当に充実した。よかったです。人事でした。明日も田島地域、まあ、豊岡、三方郡、ヤブは佐護、まあ、回らさせていただきますので、まあ、ぜひまた、告知などを見て、多くの、県民の皆さんにお会いできることを、楽しみにしてますので、ぜひ、明日ちょっと雨が降るかもしれないですけど、ね、はい、気をつけながら、やっていきたいと思います。はい、ちょっとね、もう本格的に寒くなりそうなので。そうですね。はい、私もちょっと風邪ひかないように。そうです。体調管理は気をつけたいと思います。はい。はい、喉はどうですか？ああ、まだ大丈夫ですね。まだ大丈夫。やっぱり、でも、まあ、鼻使い数が増えると、はい、まあ、自然と、まあ、枯れてくるっていうことはありますけど、ね。わかりました。まあ、今日も、そういった意味で、はい、感触をしっかり、やっぱり痩せたって今日も言われて、バナナとチョコレートを食べたりして。うん、ないですね。おすすめはラーメンですけどね。あー、ラーメン、はい、太りますよ。お腹壊しそうです。やめておきましょうか。はい。わかりました。じゃあ、はい、今日もありがとうございました。はい、どうもご視聴いただきましてありがとうございます。夜遅くなりましたけども、多くの方にご覧いただいてありがとうございます。明日もまた、街頭活動、たちまち式で頑張っていきたいと思いますので、多くの方と出会えることを楽しみにしてます。また YouTube ライブの方の視聴もありがとうございます。またこれからも続けていきたいと思ってます。よろしくお願いします。あ、ごめんなさい。締め言ってもらった後に思い出したんですけど、はい、期日前投票は場所によっては開く時間が全然違うとかあるらしいので、あ、もうホームページ、そう、おのおののところちゃんと調べていただいて。行きましょうと。そうです、ね、はい。僕閉めたんですけど。ごめんなさい。わかりました。もう一回じゃあお休みなさいで。はい、期日前投票もそれぞれの自治体でホームページなどで確認をしてください。それでは皆さんおやすみなさい。